東京浅草で5年ぶりにサンバカーニバルが本格開催され、およそ4400人のダンサーが雷門の前などを練り歩きました。1981年に始まった浅草サンバカーニバルは、新型コロナの影響で中止や規模縮小での開催が続いていましたが、5年ぶりにパレードコンテストが復活しました。今年は19団体およそ4400人が参加し、雷門の前などおよそ800メートルを軽快なステップで練り歩きました。お天気も味方して、もう最高のパフォーマンスができました。ダンサーだけではなくって、観客の皆さんもすごく一体となって、暑さに負けずに声を出してくださって、最高の時間でした。主催者によりますと、例年50万人が訪れているということで、本格開催のサンバを一目見ようと沿道は多くの人でにぎわいました。